あ、見てない、これ、あとは法廷で会おうって順調にいけば、来年の今頃は総理大臣になってる。俺は建築デザイナーだ。建築デザイナー、かっこいい。分かってんのか。かっこいい、建築デザイナーって。おはようございます。久しぶりですね。あ、久しぶり、久しぶり。暑い中、元気でした。お元気。元気そう。もうゆでだこだって。ゆでだこ。毎日毎日。暑いですもんね。タコになってる、ね。タコになってる。昨日顔真っ赤だね。昨日だって40度ですもん。でしょう。もうエロダヌキになっとった。やばいですよ。熱中症になるわと思ってますもん。本当に。なる。そんな寺岸さんに、今日は質問をいっぱいしに来ました。何の質問だ、今日。最近おとなしかったなと思ったら、そうです、そういう時に来るんです。あ、また仕事進まんね俺すいません本当にね。寺岸さん、塗装始めて何ですか？塗装やり始めて俺はもう29年か。29年。え、寺岸さん何歳なんですか？何歳？45になるんですか？奈良、俺は奈良。44になるんですか、うん、早生まれみたいな。早生まれだもんね。44で29年か。じゃあもう何年やって29年か。数字計算すると何歳からやってるんで。10、15。そうだ。一番印象的に残ってる、うん、ここは一番偉かった、しんどかったって現場とかあります？楽な現場ねえだろうけど、あ、やりにくい現場あるよ。そうだ、あります。どんな現場ですか？和昔の家。え、なんで、それはなんでなんですか？真っ平じゃないとか。構造が複雑、入り組んどるもんで、細かいところがいっぱいあるから。そういうところだともう、いや、めんどくさいってなるんですか？うん、もう心が折れて何回塗るんだっていう感じ。もうなんか終わりが見えないぐらいの。でも和ってちょっと多くないですか？うん、多いよ。ですよね、うん、最近の洋だったら、洋タイプだとやりやすいけど。やりやすいですか？真四角とかだったらラッキーだよ。ああ、やりやすい。こういった変な形になってたやりにくいんですね、家が。そうそう、行くんどうぞ。昔の家ってそうだわ。離れみたいなのもついとったりしますからね。増築したりとか。確かに。そういう現場があると。じゃあそれ今でもたまにあったりしないんですか？あるある。ありますよね、うん。もう、立て直した方がいいじゃないかっていうのもある。塗り替えよりもね。うん、あるよ。だってこの前私が撮影行った時も、なんかちょっと複雑そうな大きいお家でしたよね。そうそう、あれもハマったんだよね。だってすごかったですもんね、大きいし。大きい、あれ大きいよ。大きいですよね、めっちゃ大きいし、なんか和でしたよね、あれもちょっと結構。和で、縫うときバーグ1ヶ月ぐらい入ったんですか、そこも。1ヶ月は入ってない、2週間ちょっとかかったな。しかも1人になっちゃいましたもんね、急遽。そうなんだね、急遽で。急遽1人になっちゃったね。問題発生して2人の予定が1人になってしまったから。余計ですね。3週間ぐらいかな、でも2週間で撮ったんだ、2人だと。うん、だけど急遽1人になっちゃったもんね。もう1週間伸ばしてくれって言って、伸ばしてくれって言って伸ばしてもらって、なんとかなった。よかったっすか。だってめっちゃ大きかったっすよね。大きい、ね、いろいろあったもんね、鉄分もあったし。ああいうのがあると結構しんどい。そら、まあ、2人3人だったら別に、まあ、2週間とかで終わってました、うん、まあ、手分けしてこうやってこういうふうにしてていけますもんね。全部1人だもんですよ。確かに初戦は一人だね。確かに養生からやってて、ね、そう養生はやってる間に何かできるわけじゃないし、ね、うん、何もできない。確かに。でも29年からやってきて一人でやり始めたの何歳からなんですか？28だったかな。28、あ、13年後に、うん、道場でですか？道場じゃない、違うとこで無理やりになって、もうやれって言われて一人でやって、で道場に来たっすか？あ、じゃない、それが いろいろ行ったよ。あ、行ったんだ。なんか寺岸さん、塗り替え道場のイメージが強すぎて。そうや、10年、10年もいるんですよ。強すぎますね。10年。この会社は。どうですか、10年見てきた感想。いや、最初は良かったよ、これは。良かったですか？いつの時代が一番楽しかったですか？いつの時代、もう入った時が一番楽しかったかな。楽しかったですか？だってもう足場の方とか、塗装の方も、もうめっちゃ変わっちゃってますよね、その時とだって。あ、分かった。ほとんどね。ですよね、事務の方とかも。いい営業の方も変わってますもんね、だって。え、もう15から塗装しかやってないですか？いや、ここもやったよ、足場もやったし。でも一番塗装が良かったですか？うん、あの、内装クロスもやったよね。一番最初クロスだったよ。そうなんですか？もう一番最初クロスや。なんでクロスやめたんですか？クロスはあれな、中だが。中嫌なんですか？中嫌じゃないんだけど、15なんてあるだが、
すぐ遊びてえよでしょ遊びたい年頃ですね、うん、確かに。で残業が多いんだわ、部屋の中の電気つけてやるだ。あ、そうなんだ。帰りが遅いだから遊べないって。遊べないもん、平日も。その時はクロスが嫌だとかよりも、クロスが嫌だって言うのよ、ね、帰りの時間が嫌で、会社が悪かったかもしれない。ああ、どうしよう、悪くなったとかだったら。そうですよね、だってパパ普通にそれぐらい帰ってきます。帰ってくるこれは地獄からだね。ですよね、そんな若い時なんて特に。しかも昔の時代なんて今以上にですもんね。厳しいって言われたら。ですよね、だって今なんてもうめちゃくちゃ優しいって言われてますもんね、うん、昔と比べたら。今はダメだよ、そんなやつ。みんなやめちゃうし、訴えられちゃうしって感じですよね。訴えられてる、ね、今そんなことやったら訴えられてる。やばいですよね訴えられてる、俺もぶなくなってやばい、今そんなやったらもうやばい。今だったら訴えられてる。見てろよ、これやろうあとは法廷で会おうってじゃあ塗装じゃなかったら何になってるんですか。塗装じゃなかったら何になってるかな。まずもう現場仕事には携わってないかもしれないです、うん、かもしれない。でもサラリーマンって感じじゃないじゃないですか。サラリーマンじゃないね。なんかパソコン打ってそうな感じはないです。パソコン、まあ、そういうふうに見えたろ。なんか現場系のがやっぱりなんか、うん、やっぱ現場やってるからなんですかね。そう現場系に。そうだろう、はい、順調にいけば、はい、来年の今頃はそういう大事になって、あれ塗装やってなかったらでももしじゃあ塗装じゃなかったらこれやってみたかったとかないんですか。あ、昔体育はやりたかったけどね。大工さんってどんな感じでしたっけ。大家さんです。ああ。だからあれはもう最初金にならんでね。そうなんですか。全くならんですよ。どうなったらお金になりますか。何年もいるよあれ。最初あの給料何万って取ったよね。その修行で。10万もねえよ。やば。10万もない。棟梁がなんかになれればもうかなり稼げるらしい。じゃあもう建てれるようになって1年前になったらもうすっごい稼げる。全然違う。額が違う。じゃあもう若い時に辛抱するか。そう、若い時に辛抱するか。15だったらね、それいいかもしれないね。塗装屋さんもいいじゃないですか。俺は塗装屋じゃない。何屋さんなんですか。何言ってんだよ。俺は建築デザイナーだよ。建築デザイナー、かっこいい。分かってんのか。かっこいい、建築デザイナーってそうだよ、かっこいい言葉が。塗装屋とかじゃなくて。塗装屋じゃない、塗装屋なんてもう古いって言い方が。建築デザイナー、すごい。そうやって言うんだよ。初めて聞いたんですけど。そうだよ、塗装ってそうだよ。建築デザイナー、これからじゃあ建築デザイナー班ってことで。あ、そうそうそう、いいですか。塗装班ってそのままじゃねえか塗装班じゃなくね。古い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 、時代に遅れてるっすか。時代の遅れて、いつの時代だ塗装屋なんてねすごい、まあ、確かにデザイン、そうですね、建築デザイナーもう間違ってはないですよね。そうだろう、これ通じはしなさそうですけどお疲れ様です。今日から塗装屋さんじゃないらしいんですけど。え、何屋さんですか。何屋さんなんですか。今日から塗装屋じゃなく建築デザイナーらしいです。あ、建築デザイナーダサいから言うなって、時代遅れだから。あ、塗装はダサいって。そうだから塗装班とかじゃなく建築デザイナー班って呼ばなきゃいけないらしいです。確かに塗るってまあデザインみたいな。めちゃくちゃかっこよくなってません。建築デザイナー、じゃあ今度から建築デザイナー職人って言えばいい。そう。多分寺岸さん以外通じないですけどね。あ、通じない。俺しか通じない。俺しか。なんだそれって言われるわ。何の話とかなりますからね、本当に。一番その今寺岸さんの29年間の話聞いてたんですけど。29年間って塗装始めてからってことですか。そうです。おお、すごい29年も。すごいですよね。私が生まれる前ですよ。そうですよ。そう、そう、多分そう。ん？じゃあちょっともう閉めますか。閉めるの？何で閉めるの？死に入ってて、もう動画もう寺木さん仕事止めてくれちゃってるんで。わー、勝手に取りやがってちゃんと電話したじゃないですか。なんだかんだいつも嬉しそう。そう、だってもう初めなんか今カメラ回した瞬間ピースまでしちゃってましたから寺木さん。今日なんかなんだかんだいい空気とか言われて喜んじゃってますからね。俺だけだってみんな多分やがると思う。それが寺岸さんなんで、久しぶりに寺岸さんとか来たらまさかのリリーちゃんにまで、はい、たまたまあれみたいな電話つながらずの奇跡がやべえ。そうですね、そんな奇跡が起き、久しぶりに出ていただけたの で、ね、今度個人的に撮らせてください、ね、あ、はい、ぜひリリーちゃんメインで、はい、社長が撮りたいって言ってたんです。何撮ります。そう、それも考えようとか言ってます。
それ取りに行きますね。はい、じゃあ最後締めてくださいお願いします。また会おう。また会おう